情報、MLB の平均観客数、時短ルールにより30年ぶりに激増。今期の MLB の平均観客動員が 28,989 人で、1年前よりも 9.1% 増加していることが分かった。24球団が去年よりも数字を上げ、92年から93年以来、最高の上がり幅となっている。増加の理由は新ルール導入で、ゲームのテンポが良くなり、打球や盗塁など、アクションが増えたことがあると分析されている。やっぱピッチクロックって神だわ。完全に息吹き返してるな。9% って1試合あたり2000人くらい増えとるってことやろ？でかいやん。固定概念に縛られんのって大事やわ。NPB も追従すべきなんかな。はよ日本もやれ、間合い長いのイライラするんじゃ。ピッチクロックのサクサク感ほんま好き、投稿打定傾向強いしちょうどええやろ。ピックロ導入で NPB の効用がうまくいくかは別問題やけど、WBC で導入されるやろうから普段からやっといた方がええんちゃうか。ピッチクロックはええけどベース拡大したのは戻せよ、みんな盗塁しすぎや。牽制の方が影響でかそうだけどどうかね。牽制制限は NPB はしなくていい。何回も牽制する投手は見ててムカつくから、なくなったら客が喜ぶのはわかる。ワンポイントなくすだけでだいぶ早くなるやろ。イニング中の投手交代時間かかるねん。コロナ前の2年間よりは若干増えてるから、一応ルール変更は成功と言っていいのか。あとマジで大谷やジャッジの効果で人来てるんかもしれん。試合全体の時間はともかく、マウンドでタラタラするのなくなったら嬉しいよ。